皆さん、こんにちは。2022年度前期忍者忍術学講座の第5回を担当する竹村智子と申します。タイトルは、画面の中の忍者たち映像作品に見る身体闘技の芸と術。今回講座に加えていただくにあたって、忍者研究センターのホームページを拝見したところ、忍者学の4つの柱として、ご覧の4つが挙げられていました。歴史研究として、中世の忍者、近世の忍者、忍術書。これらは基本的には古文書研究なんですね。で、四つ目として作られた忍者イメージ。今回のお話はこの作られた忍者イメージのカテゴリーに入ります。忍者のイメージの形成にはいろいろな媒体がその都度寄与してきましたが、20世紀に入ると主として小説、講談などのいわゆる言語媒体、歌舞伎などをはじめとする舞台、お芝居ですね。それから映画、テレビドラマなどの映像媒体が登場します。今回主に扱うのはこの映像媒体、中でも戦後から80年代にかけての映画、ドラマに着目します。現在の私たちが忍者と聞いてパッと思い浮かべるようなイメージは、だいたいこの時期の映像媒体によって確立されたものと言えると思いますし、そもそもイメージ、像、というものが形成されるにあたって、映像媒体、すなわち視聴覚イメージ媒体が果たす役割、影響力は当然ながら非常に大きいものだからです。講座はおよそ3部構成です。1、忍者を考える前に時代劇を考える。映画であれ、ドラマであれ、忍者が登場するとき、当然ながらそれは大抵時代劇ですから、80年代半ばを過ぎると、だんだんそうでもなくなってくるようですけれども、画面の上の忍者のあり方を考えるにあたって、彼らの背景としての時代劇について、ちょっとだけおさらいをしておきます。時代劇といってもいろんな種類があって、市井物と呼ばれるほぼ町人しか出てこないようなものもたくさんありますけれどもね。でも忍者が出て活躍するものには、ほぼ必ず侍、武士も出てきて、味方として、あるいは敵として活躍します。映画ドラマの中で忍者はほぼ常に武士との対比において描かれます。生き方やポリシー、働き方など、物語上でも対比的に描かれてきたんですが、今日はもっぱら彼らが画面の上で私たちに何を見せてくれるのか、いわば忍術の視覚的な現れに着目して、この2の武士の芸、忍者の術というお話をします。ここで時々こういう2つのトピックを挟みます。1つは、登場人物の3つのペルソナ、3つのミッションという。これはちょっと理屈っぽい話ですけれども、私が普段時代劇を考えるときの軸になっているトピックで、今日のお話の軸でもあります。もう1つは、簡単時代劇史。といっても、忍者が出てくる類の時代劇、つまり、侍も出てきて、シャンシャンバラバラやる類の剣劇時代劇に特化した話になるんで、ごく簡単な、簡単時代劇史ですけれどもね。で、最後に3として、日常の光の中を歩む。これは今日のまとめです。実は今現在私は伊賀ハイトピアでお話をしているのではなくて、ハイトピアでお話をした後3週間くらい経った今、自宅で、ズームで、これを録音しています。実際の講座では私は申し訳ないことにお話の時間配分を盛大に間違えましてね、最後のこの3の部分にたどり着く前に時間切れになっちゃったんですね。それで申し訳ないから、YouTube 版としては最後まで一応お話ししたものを作りますと参加者の皆さんにお約束したんです。それで今こうして改めてお話ししているのですが、リアルでの話の代わりですから、なるべく皆さんが目の前にいらっしゃるつもりでお話をしたいと思います。ただ、そんなわけでちょっと90分より長くなっちゃうと思うんですが、お許しください。忍者を考える前に時代劇を考える。この左側にチラシのようなものを自己紹介代わりに載せてあります。私は一橋大学の大学院言語社会研究科というところにいて、普段いろんな学生たちと一緒にいろんなことをやってますけれども、
特に関心を持って取り組んでいるいくつかのトピックの一つに時代劇があります。たまたまこの年明けに一橋大学のある東京の町、国立市の公民館で、やはり市民講座がありまして、こちらは連続4回で時代劇を考えるというのをやりました。時代劇については昔からいろんなことが言われてきて、まあ近年では研究と呼べるものもとても盛んになっていると思うんですが、戦後一時は日本で作られる映画の半分、あるいはテレビドラマの半分は時代劇だったと言われる。それほど盛んだった時代劇をその頃みんながどのように楽しんで見ていたのかということは、まあ実はあんまりよくわかっておりません。同好異曲のね、似たような物語が山のように毎日毎日放映されたりするのを飽きもせずにみんな一体何が面白くて見ていたのかなという、そういう問いにまっすぐ答えてくれる文献は実はあまりないんですよね。特にその映画の最盛期の50年代、それからテレビに移行する60年代に喜んでチャンバラを見ていたような人たちは、年齢的に言ってもうどんどんいなくなっていてね、仮にインタビューを取りたいと思っても今更非常に困難だということもあり、放っておくと時代劇がどのように見られていたのか、もうすぐにも全くわかんなくなっちゃうだろうと。で、私はもうすぐ還暦という年頃なんですが、リアルタイムでは70年代以降のものしか見てないけれども、まあ、ともあれ時代劇を見ながら育った最後の世代だろうと思うので、時代劇とその見られ方について私にわかる範囲で、いくばくか考察を残しておくことが何か義務のような気がしてるんですね。といっても私の関心の中心はもっぱらチャンバラ、剣劇をメインとする侍時代劇なので、それもあって今回忍者を考えるにあたっても侍との対比で考えてみようというわけです。さて、まずは時代劇についての一般的な語られ方を概観しますが、まあ、ここはあっさり飛ばしていきます。YouTube ですからね、後でゆっくりご覧いただくこともできますしね。時代劇は戦後何十年かの間、なぜ国民的娯楽として流行したのか。まあ、これについてはいろんなことが語られてきましたし、今も語られてると思います。おそらく、それでご存知のように国産映画の第一弾は、もみじ狩りという、歌舞伎の舞台をそのまま撮影したところから始まったのですが、近年発見されたその断片を NHK のサイトでほんの十数秒ですが見ることができます。ここに URL を載せときましたが、まあ、こんな感じのものですね。歌舞伎の舞台そのままといっても、歌舞伎座とかではなくて、綱領、撮影の関係で屋外の仮設舞台だったようですが、このもみじ狩り撮影の経緯について非常に詳しい面白い論文があったので、ついでにここにご紹介しておきますね。国産映画第1弾の素材にこのもみじ狩りという演目が選ばれた理由、経緯などについては、この論文に大変詳しいです。が、これは当時、もみじ狩りは当時新しくできた新作の演目で、刀を用いた華やかな立ち回り、剣劇がありました。当時輸入されたばかりの映画は活動写真と呼ばれていましたけども、つまりこの活動というところにポイントがあったわけでね。動くということ。画面の上に映っているものがなぜか不思議にも生き生きと動くというところに、ただの写真ではなく活動写真というもののチャームがあったことは言うまでもありません。そのチャームを最大限活かすのに、動きの激しい活劇のある演目が選ばれたというのは、おそらく偶然ではないでしょう。また他方、素材に歌舞伎が選ばれた動機としては、役者の死芸を保存するという、目的、意義がありました。当時第一級の役者たちの円熟した芸をカメラに収めたいというね。しかし、活動写真なんて当時はまだおもちゃくらいにしか思われていませんから、そんなものに撮られるのは歌舞伎役者のプライドが許さないっていうところで、いやいや、あなた方の至高の芸を永遠に保存するのですからお願いしますよ、という形で説得がなされたという。まあ、それは説得のための方便だったかもしれませんけども、でも嘘でもなかったでしょうね。
ここで大事なのは、今日のお話にとってね、大事なのは、歌舞伎の舞台というものは、物語の面白さとか、華麗でゴージャスなビジュアルとかを楽しむと同時に、それ以前以上に、役者たちの個々の芸を見るものだったし、今でもそうだということです。そういう古来の伝統、物語と同時に個々の役者たちの芸を見て楽しむというあり方を、おそらく時代劇映画もまた濃厚に受け継いでいて、それが国民的娯楽として時代劇が栄え、またやがて衰えた一つの理由だったのではないかなと、私は考えています。時代物繁栄のまた別の理由としては、こういうことも挙げられます。明治法治国家成立に際して、時代物がオルタナティブ表現領域を提供した。どういうことかと言いますと、例えば明治になって仇討ち禁止令が出ますが、仇討ち物語には相変わらずとても人気があった。つまり需要は高かった。でも、仇討ち自体は禁止になっちゃいましたからね。現代、つまり明治時代を舞台として、仇討ちヒーロー物語を展開するわけにはいきません。ね、忠臣蔵さえやれなくなっちゃうわけですね。でも、そんならその法律ができる前の時代を舞台にすればいいじゃないかと。江戸時代を舞台にすれば、明治の法律を守らなくていい。ね、侍がちゃんちゃんバラバラやるところを見たいけれども、明治にはもう廃刀令が出て、そもそも武士というものがいないわけなので、当然もっと前を舞台にするしかない。まあ、当たり前のようですけども、逆に言えば、侍だの忍者だの、江戸時代以前にしかいないものをヒーローにして活躍させるために、江戸時代以前に舞台を置くというこの当然の設定によって、なんとヒーローたちは明治政府の言うことを聞かなくてよくはなるわけですね。で、この話は最近うちの、一橋の同僚が書いた論文にあった話なんですが、面白いので一節を引用してご紹介しますね。当時、時代小説とは、明治政府の権力が及んでいない過去世界を舞台とする小説の意義であり、その意味で明治期現在から自由になれる表現領域であった。これが明治10年代中盤より時代小説が流行する理由であったと考えられる。このことはある意味おそらく戦後民主主義の時代における時代物にも当てはめることができるでしょう。昭和時代には昭和なりの法律や道徳規範やルールがあって、まあ戦後はね、早い話が悪人だからといって叩きっていいわけがない。でも時代物でなら何はばかることもないという、まあそういう意味では時代劇のヒーローたちはそもそもの最初から全員アウトローです。よく70年代以降、時代劇ではアウトローヒーローが台頭してきたというようなことが言われます。それまでの旗本退屈男とかね、遠山の金さんとかね、ああいう本来身分のある侍ヒーロー、ばっかりだったのが、それが廃れて、座頭市とか木枯らし紋次郎とか、社会からはみ出したアウトローがヒーローとしてもてはやされるようになったと言われる。まあ、それはそれでその通りではあるのですが、旗本退屈男にせよ、誰にせよ、時代劇のヒーローはおしなべて元来アウトローなんですね。で、忍者もまた例外ではありません。忍者が画面に登場して大いに活躍するようになるのは60年代からで、座頭市や紋次郎よりもだいぶ早いですが、まあ、忍者は大抵、まあ、侍の目から見れば身分は最低に低く、人がましく扱う必要もないような者たちとして描かれますし、侍が支配する世の掟とは異なる独自の掟を持っている。まあ、そういういわば物語設定に見る忍者と侍の社会的な位置の対比もとても重要なものですが、今お話ししたような意味では、忍者といえども侍に比べてことさらアウトローなわけではないので、映像画面において彼らが際立つ理由はもっと他のところにあるでしょう。で、戦後に話を移しまして、なぜじゃあ昭和の戦後時代に時代劇が人気を得たかということについては、まあ大体こんなようなことが言われてきました。ここは少し飛ばしましょうね。で、
ご覧くださればお分かりいただけると思いますが、代わりに画面左側に上げているこの図版の説明をしておきましょう。これは1955年に創刊された時代劇専門の評論同人誌で、同人誌といっても当時そうそうたる制作メンバー、役者から監督、脚本家などなど、55年といえば表面的には時代劇映画黄金時代で、その黄金時代を中心になって引っ張っていたトップの人たち数名による同人誌です。で、それでいて創刊号は、時代劇は滅びるかという記事で始まっています。表面的には黄金時代でもこのままはやがて衰えてしまうだろうという確かな危機感が制作サイドの敏感な人たちの間には強く共有されていたんですね。表面はともかく実質的に陰りを見せ始めていた時代劇を今後どのようにしていけばよいだろうという議論がこの雑誌では当時第一線の人たちによって活発に行われていて、まあ、大変面白いのでですね。もし皆さんどこかで目にすることがあったらお手に取ってみられると良いと思います。ただ忍者が盛んになる60年代には雑誌自体がなくなってしまうので、そこが残念ではあるのですが。で、話を戻しますと、なぜ人気があったかということと、なぜやがて人気がなくなって廃れたのかというのは、同じ問いの裏表なので、衰えた理由についても、まあ、ご覧いただくと、こんな感じのことが言われてきました。同人誌時代映画をつらつら眺めるとね、ここまで単純な話ではない、もっと微妙なニュアンスがいろいろ分かってくるのですが、一般に言われているのを大まかにまとめるとこんな具合かなと。当たらずといえども遠からずというべきか、遠からずといえども当たらずというべきか。ね。で、この中で今日のお話の前提としては、この3番目のことが少し重要です。時代劇といえば型にはまった勧善懲悪の物語だと考えている人が今も多いですけれども、まあ、実はそれ全然そんなことはないですね。特に60年代はダークなものが多いですが、型にはまったという部分は時代劇にとって大変重要です。時代劇は型のドラマであるというのは実際一面において真実です。一口に型といってもいろんな種類の型があります。物語の型とか、セリフの型、人物造形の型、生き死にの型、様々なレベルの型がいろいろに組み合わさって満載なのが時代劇ですが、それらの型というものは当然ながら観客によってそれと認知されなければ機能しません。例えば、こういう忍者が出るとします。ね。これはとある映画の画面キャプチャショットですが、例によって天井から飛び降りてくるところです。ネット上だと動画をお見せするわけにいかないので、代わりに私の DVD から静止画を撮影しました。まあもともと動画はね、静止画を連続して映すことで動いているように見せるものですからね。原理的には今でもパラパラ漫画です。やってみましょこんな感じです。ね、割とかっこいい忍者ですけども、本番、つまり DVD だと、この飛び降りてくるときにしたっていう音が入るわけですね。で、こういうものが突然画面に映ったらば、私たちは大抵の場合、おお、かっこいい忍者だな、きっとできる忍者なんだな、とか瞬間的に思いますよね。まあ、かっこいいということは何も知らなくてもそう感じる人もいるかもしれませんが、こういうふうにかっこよく登場する忍者は、優秀なできる忍者だなというようなことは、これがそういうできる忍者の一つの型だということを知らなければ認知されませんね。知ってれば何も説明されなくても、まあ若いけどパリパリの、有能な忍者なんだろうなということがわかる。で、それがわかることによって、この後のストーリーがよりよく理解できる。型というのはそういうもので、まあ、見る側の方がその型にのっとって見るということができなければ機能しないわけなので、見る側にもそれらの型をよく知って、それに則って見る技術、ノウハウの知識が要求されるわけです。今のような忍者をいろんな人に見せますとね、世代が高くってね、年上で時代劇に随分馴染んできた人は、おお、いい忍者ですね、とか、
いや、忍者にしてはだいぶ派手だな、などというのですけども、時代劇に全然馴染みのない若い人とかに見せると、この人が天井から飛び降りてくることに何の意味があるのでしょうか、とか聞かれることがあったりします。何の意味があるのかって聞かれても、いや、別に意味はないけど、そういうもんなのよっていう、それがこういうのが忍者の登場の一つの型だということですね。忍者というのはこういうふうに出てくるもんだんだという、それが型であり、イメージであり。言うなれば、忍者のイメージがどのように形成されてきたかという問いは、すなわち、忍者というものの型を作り手がどのように開発してきたかという問いであると同時に、その型を型として知る。言い換えれば、忍者を忍者として見るノウハウが、見る観客の側にいかに形成され、蓄積されてきたかという、そういう問いと同じなんですね。まあ、こういう解釈は、歌舞伎などでいう本来の型という専門用語の言葉の意味からはかなり、拡張させて意味を広く取った解釈ですけれどもね、型という言葉のね。で、それでさっきのところへ戻りますと、一般には、型にはまった勧善懲悪が安心でわかりやすいから人気があったのが、さすがに飽きられたから時代劇が廃れた、などと言われるわけですけれども、私なりにここを書き換えると、このようになります。諸々の型で織りなされたドラマを楽しんでいたのは、その型を認知するための知識とノウハウが失われたから廃れたというわけです。まあ、いかにどのようにしてその知識やノウハウが失われていったのか、まあ、そもそもそれはどのように継承されていたのかという話は、また始めると長くなるので、今回はしませんが、今回はね、この時代劇が型で織りなされていて、その型を認知するということが、見る側にとって重要だったということを押さえておいていただければと思います。で、その次に4番として挙げられている、チャンバラが爽快だったのが、やれる役者がいなくなっちゃってつまんなくなったという、その話は、また後で触れますね。これまた一面の真実ではあります。さて、それで近年、2010年代になってからまたなんとなく時代劇が復活しているということがあると思うんですけれども、では、なぜ、なんとなく復活しているのでしょうか、というのを、またこのラインナップに沿って考えると、こんなようなことになります。で、1番、2番は、まあ、省略しまして、さっきの型にはまった云々については、まあ、これは90年代ぐらいからだんだんと日常系とでも言うべき時代劇が開発されてくるんですね。で、このことにも後でちょっと、触れますけれども、4番目の点にも、ちょっと着目しておきましょう。芸としてのチャンバラがね、見直されていると。で、これで左の図版は映画、太秦ライムライトのチラシですけれども、これおそらく皆さんご存知の、5万回切られた男として有名な福本清三さんのね、切られ役としての生涯にわたるお仕事を検証する映画です。時代劇には、芸道ものというサブジャンルがありますが、ある芸を極めた人のその芸を極めていくプロセスを描く類の物語。で、大抵は役者とかね、楽師、琵琶とか三味線とか笛とか、あるいは、能楽師、絵師、そういう技芸の人が主人公になりますが、太秦ライムライトというこの映画は、演劇映画の切られ役の役者さんというものを芸道もののヒーローとして立てているんですね。この映画には福本さんご自身が出演なさってますが、亡くなった後、カムカムエヴリバディっていう連ドラがありましたね。これも同じ趣向のドラマで、剣劇自体を一つの稀有な芸能として書いています。先ほど、歌舞伎とは物語やなんかを楽しむ以上に役者の芸を見るものだという話をしましたが、かつてはおもちゃ扱いで蔑まれていた映画、時代劇におけるチャンバラそのものが、ここへ来ていわば一つの鑑賞すべき芸能として、歌舞伎と同じ立ち位置を獲得したということになります。
さて、では、芸とはそもそも何でしょうか。ここからお話の第2部、メインの部分に入ります。芸とは何か。ね。第一線を引くと、芸とはこのような意味である。ただし、本当はこの古い方の、ややこしい方の字を書かないとこういう意味にはなんなくて、簡単な方の芸の字では本来の意味が違ってしまうんですけども、まあ、今日はそこにはこだわらず、簡単な方の字でいきますね。芸とは、ひとまずあたかも草木を栽培するように丹精して修練して身につける技能であると。で、この芸という字を例えばどう使うかというと、演芸、学芸、技芸、曲芸、工芸、手芸、そして武芸、文芸、その他。で、あと参考になるのは、陸芸という言葉があります。6つの芸と書いて陸芸と読みますが、これは古代の中国で、士、つまり、まあ、一定以上人の上に立つような身分の者が必ず身につけておくべき技芸のこと。礼儀作法の他に、音楽、弓矢の術、すなわち武芸、読み書き、書道を含めた読み書き、馬術、算数というか数理というか算術というか、この6つが挙げられています。で、これを参考にして今度は表芸という言葉を考えてみましょう。剣術は武士の表芸であるなどというわけですが、裏芸、隠し芸に対して表芸というのは、立場上当然習い覚え熟達していなければならない技芸。本業とする技芸と国語大辞典になりますね。で、これでいくと、古代中国の陸芸というのは、当時の士にとっての表芸に他ならなかったわけですね。で、他方、同じ国語大辞典には2番目の意味として、よって立つべき技芸、世間に対して得意としている技芸とあります。大辞典の方にも、その人の専門として世間に認められている技芸とあります。世間とはでは何でしょうか。武士の表芸とは、昔は、弓術、弓矢の術が筆頭に置かれていましたが、江戸時代には剣術がメインになりました。そして武士であれば立場上当然習いを覚えていなくてはならないし、よくできる人はその腕前によって評価されて出世していく。ね、そのために腕前を世間に披露するための場というものがいろいろありました。御前試合だとか、奉納試合だとか、実際にもあったし時代劇にもよく出てくる、そういう晴れの場のようなものが用意されてもいて、で、そこで自分が身につけた技能を遺憾なく披露することができるし、また機会があれば披露しなくてはならなかったと。いうのが表芸の表芸たるゆえんでしょうね。で、これに対してでは、忍者には表芸というものが果たしてあるでしょうか。少し考えにくいですよね。忍者が身につけるのは忍術であって、秘密の任務に使う忍びの術であるというイメージで考えるならば、その忍術を、まあ、身内同士で競い合うとかね、いうことはあっても、広く世間様にパーパーとお見せしてしまっては何にもなりませんよね。では今度は忍術の術という言葉について考えてみましょう。術とはこんな感じです。要するに術とは端的に、何かを使ったり何かをしたりするための具体的なテクニックそのものに与えられた名称です。こんなような語が並びますね。剣術にせよ、忍術にせよ。まあそれはそういう技術である。武術もそうで。まあ、武術とは、まあ、要するに個人の肉体を持って他人の肉体と戦い、殺傷するためのテクニックですよね。その総称です。純然とニュートラルな呼称に過ぎません。これに対して、武芸とは、修練して身につけた技能のことですから、武芸というとき、それは、武術を身につけた人というものが前提となる言葉です。武術を身につけた人がいて、披露しようと思えば披露できるその術のあり方のことを武芸という。ね。で、武という漢字には、芸という字も術という字もくっつくことができます。武芸、武術。ね。ついでに武道というのもありますが、これは新しい言葉ですから置いておきましょうね。
武の対義語は文ですが、文芸という言葉はあっても、文術という言葉はありませんね。ただし、作文術とか翻訳術とか、細かく区分けすれば、何々術という語はたくさんあります。で、文道はないけど、華道はあるとかね。文に比べて文の方は随分細分化されているのがわかりますね。では、仁の字はどうかというと、忍術という語はあっても、人芸という言葉はないですね。表芸となり得ないものは、そもそも芸とも呼ばれ得ないのではないでしょうかね。修練によって武術を身につけて、それを芸として身を立てる、世を渡る人のことを武芸者と呼びます。剣術者とか、弓術者とか、あるいは忍術者とかいう呼称は、それぞれの術を身につけて使う人という意味でしかありませんが、武芸者と呼ばれるようなものとして身を立てていこうとすると、それでもって身を立てるわけですから、機会あるごとにその芸を人様にお見せする、披露することが必然的に求められます。戦国時代の武芸者は、自らの芸を売るためにロックスターさながらの派手な格好をして家来を大勢連れて練り歩いて自らを広報したらしいですね。で、これに対して忍術者というものはいるけれども人芸者はいない。忍術自体は人様にお目にす、お見せするものではなくて腕前を買われて仕事を獲得するために必要だったのは技自体の見事さとか華麗さとかではなくあくまでもミッションを見事にクリアして見せること、つまり、情報をうまく取ってこられるのかとか、ちゃんと暗殺したかとか、そういうことの方だったでしょうから、広報は必然的に口コミによるしかなくて、派手なパフォーマンスによるものではなかったでしょうね。まあ、これは想像ですけれども。しかしながら、侍武芸者と同じく忍者もまた映画やドラマに出ようということになりますと、当たり前ですが、このような前提があります。舞台作品にせよ、映像作品にせよ、それは原則として人前で披露されるべきものである。当たり前ですね。例えばこれが歌舞伎の舞台であれば、役者がその芸をお見せする。その芸とは、演技術とか、体術、発声術っていう字が間違ってますね。ごめんなさい。声を発するという字でないといけませんね。声を発するそのボイスパフォーマンスの術、などなどからなる、総合的な身体統御の術というべき技芸が役者がお見せするべき芸でしょう。で、この左の画像は2005年高に行われたハイパー歌舞伎、地雷や豪傑物語の予告編のスナップショットですが、YouTube でこの予告編は今現在、つまり2022年9月の時点で見られるので、URL を上げておきましょう。なかなかかっこいいと思うんですよ。で、この舞台において、ジライアを演じる役者、尾上菊之助のミッションというものはそういうわけで、役者として演じるジライアにふさわしい芸、修練によって身につけた身体統御の術を披露することであるとまとめられます。では、一方で、登場人物としてのジライアはどうでしょう。物語の中で活躍する忍術使い、ジライアのミッションは、この物語の場合、身につけた忍術、妖術を用いて父の仇を討ち、国に平穏な治世をもたらすことだとまとめられます。で、こんなふうに書き分けると、役者が課せられているミッションと、その役者が演じる役の方、物語内の人物のミッションとが、全くまるっきり異なっていることに気づくでしょうね。で、これも考えてみれば当たり前のことのはずですけど、普段舞台や映画を見るときには観客はそんなことはあまり考えません。そんなこと厳密に考えてたら気楽に楽しく見ることができなくなっちゃいますもんね。没入できなくなっちゃいますからね。普通はこの2人の人物というか、1人の人物なんだけれども、2つのペルソナを持っている、この二つのペルソナが統合されたものとして、普通は舞台上の人物を見ます。この統合されたペルソナを、こんな風に山鍵括弧でくくってね、菊之助、ジライアのように、イコールでつなげて示すことにしましょ
私たちは普通舞台上の人物をただ菊之助として見るのでもなく、ジライアとして見るのでもなく、菊之助演じるところのジライア、すなわち山鍵括弧の菊之助ジライアとして見るのですが、菊之助であり同時にジライアであるこの人物の肉体そのものは菊之助の肉体であって一つです。菊之助の身体はイコールこのジライアの身体である。ね、この時、ではその身体、ジライアの身体であるけれども、そもそも菊之助の身体であるところのこの身体が、その身につけている、すなわち、身体につけている芸としての術とは何かといえば、役者の身体なんですから、役者としての身体闘技の術以外の何者でもありません。ね。少しややこしいでしょうかね。役者の身体なのだから、そこで身についているのは役者としての身体闘技の術である。ね。では、忍術はどこにあるのでしょうか。ジライアがその身につけているはずの忍術は、一体どこの誰の身についているのだと考えればいいんでしょうかね。ね。で、このややこしい問いをしばらく傍らに置いておいて、ここで簡単に時代劇の歴史を覗いてみます。まず注意を促しておきたいのは、私は戦後の時代劇を考えるとき、80年代の半ばまでを一括りにして考えているということです。普通は70年代初頭には時代劇は終わったと言われたりするんですが、これはあくまでも銀幕の方、映画館で見る映画だけを考えた場合の話で、70年代になって映画館で時代劇があんまりかからなくなっても、その分テレビの方でふんだんに時代劇は行われていました。映画史を編む人というのは大抵の場合、テレビドラマは考慮に入れないものです。映画とテレビはもちろん相当にその性格をね、媒体としての性格を異にするものなので、そうそう一緒くたに考えるわけにはいかないというのも全く事実なのですが、ただ時代劇というジャンルの観点から見たとき、当時のファンたちにとって映画とテレビドラマとどれだけの違いがあったか、逆にそれは一概には言えないことです。60年代に時代劇がその主な場を映画からテレビへ移していったときに、時代劇映画はそこで一旦終わるかもしれないけれども、時代劇は別に終わってなかったんじゃないか。映画館からお茶の間に場を移して、そのまま80年代半ばまで続いたと私は考えることにしています。その理由は後でわかる。で、簡単時代劇史をものすごく簡単に飛ばしていきますと、40年代は、検閲のせいでチャンバラがなく、で、50年代が銀幕の、全盛期、満貫色オールスターの忠臣蔵なんかを各社が競って作っていた時代でもあり、他方ではまだテレビがありませんから、子供向けの演劇映画も大変需要の多かった時代です。で、この頃までは、登場する忍者は、まだ忍者というよりも、ジライア的な忍術使いであり、妖術使いでありました。そして、主だったほとんどのものは、子供向きの映画として作られていました。例えば、これ一番左のは、戦前の古いジライアで、英語版のウィキペディアから、断片を、映画を見ることができますのでね、ご参考までに URL。で、このジライアとか、少年サルトビサスケとかが、この頃の代表的な子供のための忍者ヒーローたちでした。1921年のこのジライアと、真ん中に挙げてあるこの58年の少年サルトビサスケとでは、30年以上の間がありますけれども、忍術というか、登場人物が忍術を使っているところの描写の仕方自体は基本的に変わっていません。一言で言えば、映像テクニックを使うので、もう陰を結んでペカッと消えたり、ふわっと現れたりするのは、ジライアが映ってるショットの次に、すぐ映ってないショットをつなげれば、ペカッとそこで消えたように見えるしね。映ってないショットの後に映ってるショットをオーバーラップで重ねれば、ふわっと現れたように見えるわけですね。えいと言って天を指させば稲妻が走るとかね。その今、稲妻は、いわゆるオプティカルという、後から白い光線をフィルムに出すという、ごくシンプルな特撮を含めた編集技法によって、
あたかも忍術が使われているように見える。この58年のサルトビサスケ牢獄の姫君という映画から同じくキャプチャーショットをご覧いただきましょう。少し見にくいでしょうかね。できれば画面をね、全画面表示にしてご覧くださるといいかなと思います。左上から右下へ順に進みます。ちょっと変な並べ方をしちゃいましたけども、左側でね、サスケがここでふわっと現れます。で、振り返って、えいって言って手の先からこう、光線を発しますと、敵側の侍たちの頭上から盛大に稲妻が降ってきて、皆で慌てふためくというね。で、その時にね、こんな音がします。ね、音声にもなかなかに特徴がありますね。わー、キラ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 みたいな音を中心に盛り上がっていくんですが、まあ、実はこの映画の本当の見どころは、こうした忍術の場面ではありません。で、この58年の映画は今お話ししたように子ども向けなので、まあ、子どもたちにとってはね、こういう忍術のシーンはとても楽しいものだったろうと思いますが、この当時すごい勢いで量産されていた子供向け剣劇映画は、若手の剣劇俳優の登竜門としても機能していまして、で、この映画でサスケを演じているのは中村勝雄さんですけども、今現在、最年長の時代劇俳優、御大的な位置の人々として皆さんおそらく名前をご存知であろうところの、例えば里見浩太郎さんとか、北大路欣也さんとかね、松方弘樹さんはもう亡くなりましたけれども、まあ、そういう人たちはみんなこの種の子ども向け剣劇映画で主役を張るところからチャンバラスターとしてのキャリアを積んだんですね。で、そういうこともあって忍術使いを主人公とする映画ではあるけれども、映画としての本当の見せ場は実は忍術の場面じゃなくて剣劇の場面なんですね。で、これはさっきの場面のすぐ前あたりの場面のショットですが、まあ、普通に刀を構えて斬り合っていますね。で、確かに忍術を大々的に使って悪人ばらを懲らしめるんですが、大事な一騎打ち屋なんかは、こうやって忍術ではなくて、剣術で締める。そういう意味では、こうした50年代の忍術映画の忍術使いたちは、画面上のあり方としては、忍術使いのそれというよりも、むしろ武芸者のそれでした。さっきのペルソナのことをこの映画の例で考えてみますと、役者である中村勝雄のミッションは、先ほどの歌舞伎役者と同じ役者として演じる猿飛佐助にふさわしい芸、すなわち修練によって身につけた身体闘技の術を披露することであり、登場人物である猿飛佐助の方のミッションは、この映画の物語で言えば、身につけた忍術を用いて、真田幸村を助け、姉と姫君を救い、国に平穏な治世をもたらすことです。しかし、ここでのポイントは、役者中村勝雄の表芸は、あくまでも剣劇だったということです。剣劇の術、チャンバラスターの卵としての立ち回りの術が、役者の表芸だったということですね。では、この二つのペルソナが統合した、画面上に私たち観客が見るヒーローとしての山蟹括弧中村佐助のミッションはどうでしょうか。ここは歌舞伎と映画とで大きく異なるところです。歌舞伎の舞台ではジライアの身体はイコール役者の身体でした。だって舞台上にあるんですもんね、実際にね。でも映画だと画面上に役者の肉体があるわけではありません。映像ですから、あるのは肉体の像だけです。役者の身体というものは、もちろん撮影してた時にはその撮影現場にはあっただろうけれども、映画になって観客がスクリーンを見る時には
すでにそこにはない。スクリーン上にその像があるだけです。登場人物としてのサスケの身体もなければ、山鍵括弧中村サスケの身体もない。忍術を身につけた身体というのはでは一体どこにあるのでしょう。そもそも身体がないのに何かを身につけたりできるはずもないですよね。で、再び、では忍術はどこにあるのでしょうか。そこでちょっとアニメーションの場合を考えてみます。今ご紹介した映画の1年後に、有名なアニメーション映画、少年サルトビサスケが公開されます。画面の右ですね。ちなみにさっきの中村勝夫さんは、こっちではサスケじゃなくて、真田幸村の声をやってるみたいですけども。で、これ、まあ、ここでお見せできないけれどもね、皆さん何かと見る手段はあるでしょう。とても有名な作品ですからね。で、今見ても誠に見事なアニメーションで、サスケと悪い妖術使いとが互いに水や炎や風をふんだんに操ってね。で、それらに翻弄されながら互いに飛び回って、ビュンビュン飛び回って戦って、で、最後は妖術使いが追い詰められて、白骨になってカラカラカラと崩れ去るところまで。今なら CG を使って実写でもやれるんでしょうけれども、当時はアニメーション。それも、一コマずつ丹念に動かすフルアニメーションだからこそできる映像の技でした。それ自体が誠に忍術のようである。ね、で、まずこうしたアニメーションには、そもそも被写体がありません。一からすべて手で絵を描き、順番に並べて動かしていく。まあ、その描いた絵、セル画自体が、被写体だという言い方もできますけども、少なくとも役者というものはいなくって、1から10まで人為のね、作られた産物です。で、物語の人物としてのサスケのミッションは、似たようなもので、身につけた忍術を用いて雪村を助け、姉を救い、国に平穏をもたらす。ね。では、山鍵括弧の中はどうなるかというと、そもそも役者がいませんから、ペルソナは、もともと一つしかないんですよね。子がいないからね、役者が。アニメの画面の上で動いている人物のように見えるものは、サスケであり、で、少なくとも目に見えるその姿は、すなわち物語上のサスケと、の姿とイコールである。実写映画であるような役者と登場人物の乖離、二つのペルソナのミッションの乖離にあたるものは、アニメーションにはないんですね。で、ただし、画面の上に肉体があるわけではないということは同じで、撮影時点ですら役者の身体があったわけではないから、いわば徹底的にこのサスケは身体がないんですね。では、再び忍術はどこにあって、その忍術を身につけた身体はどこにあるのか。サスケとはこの場合何者なのでしょうか。で、ここで一つ新しい視点を導入します。登場人物であり、私たちが画面上に見るところのサスケのミッションは、まあ、こんなようなものである。しかし、アニメには、役者がいませんから、代わりにアニメーションの制作者、技術者のミッションというものを考えます。それはこういうものになります。つまり、技術を駆使して登場人物が術を使っているかのように、いろいろな不思議を見せること。実際、このアニメのサスケを見ると、物語の面白さとか華麗な色彩とかを楽しむ以上に動きの滑らかさとか、絵とも思えない生き生きとした画面の変幻に驚嘆します。舞台なら役者の芸に感嘆するようなところで、アニメーション技術の高さそれ自体に感嘆するような具合になるわけですが、で、それらの技術、魔法のような忍術のようなそれらの技術を修練によってその身につけているのは誰かといえばアニメーション技術者たちですね。そして彼らの姿は観客には見えない。歌舞伎の舞台でいうところの黒子のようなものですね。画面の上でサスケや女妖術師が使っているように見える術を実際に使っているのは彼ら、技術者たちである。それは忍術と言ってもいいけれども、むしろ幻術とか魔術とか呼ぶのがふさわしいかもしれませんね。で、このことは実は実写映画においても本当はそうです。さっきご紹介した忍者がピカッと消えたり、ふわっと現れたりするときに、そのように見えるように技術を駆使しているのは、
役者の中村勝雄さんではなく、フィルム編集技術者であって、中村勝雄が披露するのは、結局のところ、剣術に関わる身体統合の術であって、忍術にあたる術は、技術者、制作者のもとにあるのですね。で、そうすると、また実写映画の場合に戻って、今の話を当てはめるとこうなります。役者登場人物それぞれのミッションに、今と同じ制作者のミッションをこうやって加えてみます。で、そうすると、山蟹括弧の中村佐助、すなわち私たちが画面に見てその活躍に拍手喝采するところのヒーローとしての佐助なるものが、役者が身につけた身体統合の術と、制作者の使う術とともに身につけたものの現像、幻として現れるということになります。まあ、これまた当たり前のことのようですけれども、こういう仕組み、イメージ形成の仕組みと言ってもいいかと思いますが、それがより一層顕著になるのは60年代に入ってからです。まずアニメの方を先に確認しましょうね。さっきの少年サルトビサスケのアニメはフルアニメーション、つまり1秒に24枚とかそういう大量の絵をね、一つ一つ少しずつ違えて描いて、それを続けて流すことで非常に滑らかで繊細な動きができるのですが、まあ、それは確かに非常に素晴らしいけれども、恐ろしく手間暇がかかります。それで全部の絵を一枚一枚違えて動かすんじゃなくて、必要最低限の枚数の絵を節約的に使って動かす、リミテッドアニメという手法が、1940年代にアメリカで開発されたのを、日本で最初に取り入れたのが、手塚治虫の鉄腕アトムだったというのはよく知られた話です。例えば、人が喋ってる場面では口パクにしてね、口しか動かさないとかね。その時喋ってる人しか動かさないで、聞いてる人たちはじっと止まってる静止画で済ますとかね。で、そうやって経費と時間を節約することで、週1回30分の連続物語を放映することが何とか可能になったんですね。アトムは63年放映開始ということですが、その後60年代にはたくさんの30分シリーズが生まれまして、忍者ものもまたこのリミテッドアニメーションの手法をとても巧みに使いました。一つだけ例として、68年のアニメ、サスケという、このエンディングを取り上げます。リミテッドアニメ忍者の特徴というのが非常によくわかるのですが、ここではそのワンショットだけね、やはりキャプチャーでご紹介しますと、少年サスケがこう長いロープにつかまってターザンジャンプをしているところです。元の絵が変わるタイミングと私のキャプチャーのタイミングが全然合ってませんので、正確ではないんですが、ぶら下がってるサスケのシルエットだけを見ますとね、やはり左上から始まって、こう、右下へ進むんですけれども、こう、2列に並べてある上と下の絵、サスケちゃんの、だいたい、こう、合致してるのがわかるかなと思います。ここはちょっと違ってますけども。で、着目ポイントは、このサスケの首に巻いていると乏しいマフラーの形です。ね、これが上と下とで、ね、大体同じでしょ。で、ここには6枚ずつ上げてますけども、本当はもう少し多いですね。10枚以上マフラーの形のパターンがあると思われるんですが、で、それが繰り返されることでマフラーがたなびいているように見える一方で、サスケ自身とロープの形は全然変わってませんね。12枚全部全く同じです。で、動いてるのはこの小さな光るマフラーだけなんですね。で、後ろの背景は、不穏な雲に満ちた夜の空という趣で、水彩かなんかで描いてあるのが円盤状になってて、ぐる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 かなりのスピードで回転しているんです。ちょっとだけお見せしますと、こんな感じです。音声は抜いてありますけどね。ズームで撮ってるからカクカクしないといいなと思うんですが。そう。ね、すごい勢いでサスケがね、ちっちゃい子供なのに壮烈なターザンジャンプをしているように見えるんですけれどもね、実際に絵が動いているのはマフラーのところだけで、あとは背景を回転させてるだけですね。で、それだけで忍者のターザンジャンプができる。
子供騙しみたいかもしれませんけども、結構何度見ても飽きない素晴らしいターザンジャンプだと思うんですよ。リミテッドアニメは最低限の動きで、作るアニメなので、言い換えれば止まっている絵、静止画をいかにうまく活かすかというのが一つの肝になりますけども、今のこれはその肝が最大限に活かされたシーンで、当時のアニメ忍者としてはね、一級の技じゃないかなと思うわけです。で、ここでまた簡単時代劇を見ておきましょう。さっき50年代まで見ましたけれども、60年代になると、先ほど時代映画という同人誌の人たちが懸念していた通り、時代劇映画に陰りが出てきて、新機軸をというのでね、それまで主流だった明朗快活な正義のヒーローが活躍する勧善懲悪者が廃れて、ダークヒーローが増える。そして、時代を反映してか、社会や組織の理不尽なルールの中で揉まれる個人の悲劇、悲劇に焦点が当てられるようになります。で、そこで、忍ぶ者としての忍者の登場です。組織の掟との葛藤に悩む忍者、ね。映画の方で有名なのは市川雷蔵の忍びの者シリーズ。テレビではこれも有名な隠密剣士などが登場します。ストーリーや、忍びの者に出てくる忍者のキャラクター設定などについては、この講座でもおなじみのね、吉丸先生をはじめとするご専門の方々のお話にお任せするとして、ここではもっぱら忍者の映り方について考えるのですが、さっきのサルトビサスケやジライアのような華やかな妖術使いではなくて、シンプルな黒装束に身を包んだ、現在まで続く忍者のスタンダードイメージはこの頃に形成されました。映像編集の技術としての忍術ということでは、忍びの者シリーズの中に大変美しい例がいくつかあります。特に炎とかね、光と影を大変巧みに用いた撮影によって、忍術的幻惑が出現するシーンがあって、お見せしたいんですけど、残念ながらここでお見せすることはやっぱりできないでしょう。でも今はいろいろなプラットフォームなんかでね、昔よりははるかに楽に見る機会が得られますね。それに、忍びの者シリーズは曲がりなりにもチャンバラスターだった市川雷蔵を主演にしていますから、最終的にはやはり見せ場は剣劇だったりするんで、で、そういう意味ではテレビドラマの隠密剣士の方が今日のトピックに関してはより重要です。ご存知のようにテレビが一定普及してからもテレビドラマ、当時テレビ映画と言いましたが、ほとんどはアメリカからの輸入物か、あるいは生放送だったところ、だんだんと録画手段ができてきてね、自前で録画したものを放映することができるようになりました。30分の連続ものとしては、まあ、62年隠密剣士が最初だという話なんですが、まあ、ちょっと今確認できません。ともあれ、テレビドラマの歴史のほとんど最初の方に位置するもので、最初から忍者ものだったわけではありませんが、第2シリーズから忍者ものに変えてみたところ、これが大当たり、視聴率50%を軽く超えて、海外でも大人気という。この隠密剣士が現代にまで続く忍者のイメージ、そのビジュアルイメージをね、ほぼ確立したと言ってよいでしょう。例によってキャプチャーでね、この真ん中の木にぶら下がってる忍者と、主人公の侍である秋草慎太郎との戦いのシーン、ね。まあ、すごく省略したキャプチャーで、本当はこの一枚一枚の間に10枚も何十枚も挟まっていたりするんですが、概略はお分かりいただけるかと思いますね。基本的にはさっきみたいな格好で木の枝に足をかけて逆さまにぶら下がってる姿勢から足を離して落下すると。まあ、下にマットレスとか敷いて撮るのかなと思うんですけども、そういうショットを何種類か撮り、で、それらの逆回しバージョンを作る。逆回しにすると、下から飛び上がって枝にぶら下がるように見えますからね。その2パターンのものの断片に、地面で秋草慎太郎が刀を振り回しているのをいろんな角度から撮ったものと、細かく刻んでシャッフルしてある。で、これらを続けて流すと、
木の上から飛び降りて宙返りしながら襲ってくる忍者との非常に目まぐるしい戦いが大変面白く目を打つ次第です。で、こんなのだって今から見れば本当に子供騙しに見えるかもしれないですけども、当時60年代のテレビ番組は映画の世界からはものすごく馬鹿にされていた。ちょうど明治の頃にね、歌舞伎役者から活動写真がものすごく馬鹿にされていたのと同じように、映画の側からはテレビは馬鹿にされていたんですけれども、まあ、脅威を感じていたからこそ馬鹿にしていたんでしょうけれどもね。まあ、だからこそテレビの側ではやってやるぞ、みたいな、進取の気風に満ち満ちていてね、いろいろな映像作りの実験精神に富んでいた。その実験精神の表れの一つでもあるんですね、こういうのは。で、この種の映像トリックを作り手も視聴者も大変面白く思っていたということは、この手のトリックで遊んでいる忍者系ドラマが60年代に非常に多かったことからも伺われます。忍者が流行っていた時代ではあるんですけども、まあ、それはテレビならではのいわばチャチーな映像編集トリックと呼ぶべきものに人々が本当に楽しくハマっていた時代に他ならないでしょう。さっきのこの右側にあるお庭番っていう、68年のテレビドラマですけれども、これのオープニングとかは、もう本編の忍者同士の対決などもそうですが、こういう技が満載でね、特にオープニングは当時の主な忍術、もとい映像編集トリックのざっくりした一覧みたいなところがあります。大雑把に言う並ば手としてカット割り、逆回し、反復、シャッフルというあたりですかね。カット割りっていうのは、例えば壁の前に主人公が立っているところへ手裏剣が飛んでくると。ハッとして避けた拍子に壁に手裏剣がカカカカッと刺さるっていう。危ういところで避けましたというようなシーンで、で、まず壁の前に立ってて、ハッとして避ける主人公を撮影しておいて、次にその壁におもむろにスタッフが手裏剣を具合よく差し込んでね。で、その壁の様子を撮影すると。で、後でその2つのフィルムをつなぐと。そうすると、手裏剣が飛んできて主人公が避ける一連のシーンなんだけれども、主人公が避けるまでのところと手裏剣が刺さっているところは別のショットとして撮影しておいて、刺さる、まさにその瞬間は映さないで、いつの間にかすごい勢いで刺さったということにするという、そういうやつですね。で、これ自体はとても古くある手法で、さっき58年のサルトビサスケの映画にもそういう場面があります。この、刀で決闘していますが、この左下でサスケがなんか投げます。で、なんか火の燃えてるクナイみたいなものですが、それが敵のに刺さると、敵の目に刺さるというところなんですが、ちょっと非常に簡潔な、簡略なキャプチャで見ますと、この一番左の敵の忍者がいる。で、それと、この燃えてる尖ったものが刺さったとおぼしいシーンの間で、一旦カメラ止めてるっていうか、カットが入ってるんですね、ここにね。で、本編で見る方がむしろわかりやすいぐらい微妙な違いなんですけど、この人とこの人の映り方は。でも違ってる。で、頭の横のところに燃えてるくないみたいなのをね、ここで取り付けておいて、で、ハッと目を押さえると。そこを撮影して、その前の何も刺さってないショットにここで編集でつなげるわけですね。で、こういう細かいトリックからもっと大掛かりなトリックまでいろいろなトリックをふんだんに駆使して、忍者たちを画面いっぱいに跳ね回らせて活躍させる。剣劇ではなく、そういう形の不思議の技でひたすら勝負する。それが60年代の忍者たちです。で、そうすると、さっきの3つのペルソナとミッションの話はどうなるかと言いますと、まず復習しておくとこんな風ですね。制作者のミッションは同じ。で、役者と登場人物はちょっと置いておいて、山蟹括弧の丸々。私たちが画面に見る姿のものもやはり同じく、役者が身につけた身体闘技の術と制作者の使う術とともに身につけたものの現像として現れるものである。
で、そうすると、60年代忍者の場合、役者、例えばこの木からぶら下がってる、忍者をやってる役者さんのミッションは、こうなるだろうと。自分が術を使っているかのように、それにふさわしい身体投与の技を見せること。で、ここでは単にこう足をかけてた枝から足を外して落ちるだけなんだろうけど、まあ、それでも足の外し方や落ち方というものがあるでしょうね。あたふたしながら落ちてはまずいでしょうし、恐る恐る足を外してもダメでしょうね。サスケがえいってやるときに、まあ、それなりにかっこよくえいってやってくれないと困るのと同じで。まあ、そこは忍者らしく飛び降りてもらわないといけませんね。で、他方、登場人物、すなわちこの場合忍者のミッションは、忍術を用いてその都度の任務をこなし、忍者として生きることだと、まとめていいかなと思います。その都度の物語によって任務は違うわけですけれどもね。で、そうなると、最終的に山鍵括弧の忍者、役者のペルソナと物語の中の、忍者のペルソナが統合された山鍵括弧役者イコール忍者、すなわち山鍵忍者はどのようなものであって、そのミッションは何なのだろうかと。で、忍者であれ、武芸者であれ、この山鍵誰それのミッションは相変わらず役者が身につけた身体投与の術と制作者の使う視聴覚的な現実と共に身につけたものの幻の像として現れ観客を魅することであり、その点において60年代の忍者も50年代までの武芸者的妖術使いも同じではあります。しかし、この山蟹丸々に60年代に忍者というものが入る場合、彼の身についた術の使い手はあくまでも制作者であり、で、制作者というものは観客の目からは見えない不可視の存在です。他方、50年代的な武芸者的忍術使いの場合には、その身についた術の使い手はもっぱら役者自身であり、剣術、まあ、剣劇ですけどね、お芝居としての、という表芸を披露する武芸者として観客の目に見える存在です。不可視の存在ですね。で、まあ、ここで一応留保をつけておくと、この両者の違いは100%隔然と分かれてしまうわけではなくて、まあ、例えば武芸者としての忍術使いが最後の見せ場で剣劇をやる場合だって、先ほど話に出た福本清蔵さんのようなね、ベテランの斬られ役の存在が不可欠であって、で、かつ斬られ役というのは観客の目にははっきり映り込んでは来ないものであるとか、まあ、あるいは歌舞伎の舞台であっても、ジライアが効果的な忍術を使うためには無数の大道具さんや小道具さんや照明さんの手が必要だとかね。まあ細かく言えばいろんなことがあるわけです。けども、原理的なところで50年代の武芸者的忍術使いと60年代の忍者を対照させるならば、その最も大きな本質的な違いはここにあるでしょう。現像として現れ観客を見するというこのミッションを武芸者も忍者も共有します。で、なぜ現像、幻の像なのかといえば、さっきお話ししたように、要するに映像だからであって、ね、それは本当を言えば、忍者でなくとも、侍でなくとも、どんな時代のどんな映画やドラマでも、映像に映っているものには身体がない。常に現像です。しかし、それが現像であるということは、侍とか町人の場合には、あ、これは映画だね、ドラマだね、フィクションだね、っていう。フィクションだねという認識にしか、まあ、結びつかないことですけれども、忍者の場合には、それ自体が忍術とその使い手っていうもののイメージに強く結びつきます。忍者というものは闇に隠れていき、瞬動し、活躍、暗躍するものであって、その姿は普通の人には見えないしね、明るい光のもとには出てこないと。明るい光の下でその姿が見えるような気がするときは、それは目くらましにかかっているか、あるいは忍術による幻の像を見せられているに過ぎないんだ、とか、そういういかにも忍者的な物語にこの仕組みは極めてよく合致します。で、このことは武芸者には起こらないことであって、忍者だから彼らが使うとされる術のトリックと、
映像というものの幻影的本質とが矛盾することなく画面においてビジュアルなトリックの効果が最大限発揮されうるんですね。で、そこで後付けにはなるんですが、これら60年代の忍者たちが担っていたさらなるミッションに思いを致すことができます。一つ目はね、今お話ししてきたことですが、二つ目として、これが忍者だという極めつけの像、イメージを提示すること。先ほど物語の登場人物のミッションを一括りにして、忍術を用いてその都度の任務をこなし、忍者として生きることだとまとめましたね。で、登場人物としてそういうミッションを果たす忍者を我々は物語において見るのですが、同時に役者の身体制御術と制作者の編集技術をともどもに我が物として調量するものの幻影を見ます。二つの技術をともに我が物として調量することと、物語の人物としての忍者が忍術を用いてその都度任務をこなし忍者として生きることが、結局同じことであるならば、忍者として生きるとは、すなわち我々観客視聴者の目の前でそのような幻影として生きてみせることであり、ああ、こういうのが忍者なんだ、と我々に思わせてくれることである。そして実際に60年代の忍者たちはそのミッションを遺憾なく果たしてくれたわけであって、彼らの活躍ゆえに今ある忍者イメージの大半はしっかり確立されて、そのイメージを母系として、その後のバリエーションはすべてあると言っていいでしょう。言い換えるならば、このミッションは、忍者の像をふさわしく形作るための型の母系となることであって、で、そのミッションは60年代の忍者たちによって見事に果たされた。で、その後70年代にはそのバリエーションが様々に展開しましたが、後続の忍者たちのミッションは言うなれば、その型を調達し、より洗練させ、あるいは変化させていくことであり、さらに時代が下ると、その型を踏襲し、決まりごとに忠実な像を再生産すること、があたかも任務のようになっていきますね。当然そうなるとマンネリ化ということが起こるわけですが、ふとそこでまた立ち止まって考えてみますとね、こういう、まず創始者たちによって母系が作られ、後継者がそれを発展させ、さらなる後継者がそれを惰性で引き継ぐうちにやがて停滞するっていうのは、いわゆる芸術とか芸能とか呼ばれるもの全般において常に見られる基盤的な現象ではないでしょうかね。型に基づくとされる種々の芸能、伝統芸能は、型の創出、発展、継承、停滞、そして停滞の打開、その繰り返しとしてしばしば語られますが、時代劇における人物たちの芸も全く同じようなサイクルでおそらく語ることができます。時代劇の何が面白くて多くの人が見ていたのかっていう問いに対しては、ひとまず、やはり芸を見ていたのだと答えることができましょう。幻影であろうとも目の前で生きて何かしらの技能を披露してくれているものの、その芸を見る楽しみが時代劇を見る楽しみであったんだろうと、ね。だから時代劇は映画であれテレビであれ、いわゆる西洋由来の芸術っていう概念とはあんまり馴染まない。むしろ伝統芸能を見るように見られていたんでしょう。なんだ、時代劇は歌舞伎から始まるんだから当たり前じゃないかとか言われてしまうかもしれませんが、そういう出自のね、問いではなくて、観客が作品を見るその見方が芸能的であり続けたということなんです。時代劇が映画からテレビへ移行して、歌舞伎出身の役者たちがほとんどいなくなった後も、見方はそういう見方だったと思いますね。その映画なりドラマなりが芸術作品としてどうかではなくて、目の前で生き生きと動いているものが、幻影としてどういう技能を披露してくれるのかが、視聴者にとっては問題だったので、それは映画がテレビへ映っても一向に変わりのない見方だったでしょう。私が時代劇を考えるとき、映画とテレビを分けず、80年代までを一括りにして考えることにしているのはそういう理由からです。そのように考える方が、
時代劇というものの独特の性質がよりくっきり見えてくるように思うからなんですね。はい。まとめてみましょう。武芸者はもういいとして、忍者。ね。忍者は芸を披露しないが、山蟹括弧忍者は披露する。ただし、披露されるのは忍術自体ではなく、忍術の型であり、型によって構築される忍者の現像としての己自身である。彼ら、忍者たちの芸とは、不可思議のはずの彼ら自身があたかもそこにいるかのようにその幻をありありと見せることである。その芸を身につけているはずの身体はそこにはないので、私たちが彼らを見ていると思うとき、実は彼らを見ているのではなく、彼らの芸だけを見ている。括弧仮説。今読んだところにここに書かれていることは、これまでお話ししたことから導かれうるであろうと私が今考えていることですが、まあ、少し言葉が足りなくてね、わかりにくいかもしれません。でも、いずれにしても現在の仮説であって、これからもっといろいろ考えて詰めていく必要があるなと思っています。少なくとも今パッとこうやって読んだだけでは、はてなってなる方が多いかもしれないと思うんですがね、YouTube でこのパワポが公開されて、いつでも見られるように、なっちゃうというか なりますから、ご興味を持たれた方は、後でゆっくり読んで考えてくださることもできるっていう、その状況に、私は少し甘えてるかもしれません。けれども、この講座はね、一回限りで続きがありませんから、今お話しできる限りのことをお話ししておかないと、二度とチャンスがありませんからね。続きを読みましょう。青い字のもう少し上からね、もう一度読みますと、その芸を身につけているはずの身体はそこにはないので、私たちが彼らを見ていると思うとき、実は彼らを見ているのではなく、彼らの芸だけを見ている。ですが、しかし普通私たちはそのように思わず、彼らを見ていると思っており、彼らが何かを披露しているとすれば、それは忍術であると思い込んでいる。それは目くらましにかかっているのだ。ね、さっき最初に見た忍者さんをもう一度見てみましょう。かわいいですね。ね、この時私は物語上はこのかわいらしい忍者さんを見ていますけれども、でも本当は、忍者そのものを見ているのではなく、忍者の芸を見て、その芸によって浮かび上がる忍者の型、その織りなすイメージを見ているんです。はい。さて、三部構成の講座の最後の局面に入りますが、その前にもう一度簡単時代劇史を見ます。さっき60年代まで来ましたね。で、テレビの60年代はそんな感じで、実験精神に満ちた30分番組を中心に忍者たちの全盛期です。で、70年代は男女期で様々なバリエーションが生まれます。で、この頃、忍者の描かれ方にも新しい傾向が生まれます。60年代の忍者は主として掟と組織と低い身分などによって抑圧される忍ぶものとして描かれましたが、70年代後半になると、そういう忍者の忍んでいない部分にスポットが当たるようになりました。ね、独立自由共同体としての忍者村とか、あるいは忍者の日常生活 とでも呼べるようなものが描かれるようになります。ここで私が念頭に置いているのは、皆さんおそらく敏感に察知なさることでしょうが、柳生一族の陰謀に出てくる根来忍者たちの村であり、服部半蔵影の軍団に出てくる忍者たちの日々の生活です。共に千葉真一さんを主役に仰ぐこれら二つの作品を特に取り上げるのは、ここで忍者たちの画面上でのあり方に大きな変化が導入されるからです。千葉真一さんも先頃亡くなってしまってとても寂しいですが、千葉音大と彼が率いるジャパンアクションクラブジャックが、忍者の立ち回りを大きく変えました。それまで日本の時代劇にはなかったジャンプとか宙返りとかを華麗に組み込んだカンフー張りの体術が導入されたんですね。
こちらは映画版の柳生一族の陰謀かな。右下は、これは、根来の忍者たちが柳生十兵衛と再会して喜んでいる和やかな笑顔のシーンですけれどもね。上と飛び跳ねているのは若き日の真田広之さんですね。カンフーと違って、また西洋のフェンシングの剣劇と違って、日本時代劇の剣劇は基本的に水平な動きをメインとしてきました。階段での立ち回りなんかを別とすれば、上下の動きというのは目立たなくて、まあ、ひたすらね、障子とか襖とかをぶち破りながら水平に展開するのが日本の剣劇の特徴ですが、これに対して忍者は天井から飛び降りたり、木の枝に飛び上がったりする上下の動きをする。まあ、そこが侍の立ち回りと一味違う忍者の立ち回りなのですが、60年代にはそれも含めて映像編集の術に大きく依存していました。しかし、千葉とジャック、ジャパンアクションクラブが参入すると、まあさすがにね、5メートルの壁の上に後ろ向きに飛び上がったりするのは、逆回しを使わないと無理であっても、連続回転ジャンプしながら手裏剣を投げたり避けたりしてね、いかにも忍者らしい動きをね、役者が自らの肉体でもって見せることができるようになり、まあ、これは当時非常に衝撃的でしたね。こういうあたりとかね。で、服部半蔵影の軍団は、伊賀の皆さんにはおそらくお馴染みでしょうが、まあ、ここでは、放映時にコマーシャルの前後に入っていた4秒ほどのいわゆるアイキャッチの部分を取り上げてみます。こういうやつね。またキャプチャーショットを並べてみると、こんな感じで。千葉真一の服部半蔵がいる手前の、木にね、手裏剣が飛んできて刺さるっていう、それだけのショットですが、60年代の隠密剣士とかであれば、こんなのでも定めしカット割りを使って作るであろうと。ね。さっきのこれですね。半蔵が木の向こうからこっちを見ているところをまず撮っておいて、で、そのまま半蔵は動かず、じっと待ってる間に制作者の誰かが具合よく手裏剣を刺してね。で、刺さってるところを撮り、で、そして2つのショットをつなぐっていう手法が使われてるのかなと思うところですが、まあどうもこれは違うらしいと。80年代にリアルタイムでテレビで見てた頃からずっと思ってました。これはどうもカット割りじゃないんじゃないかなっていう。で、妙に素敵なんですね、これがね。でもどうなってるのか何度見ても肉眼ではよくわかんないんです。それでこうして今回細かくキャプチャしてみますと、カットは割ってなくて、ちゃんと左手前から手裏剣が飛んできて刺さってるのがわかるんですね。で、刺さるまでは後ろの半蔵の顔にずっと焦点が合っていて、刺さってから手前の手裏剣に徐々に焦点が移動するんですね。徐々にといったって、これは1秒に10枚キャプチャー撮ってますので、たった1秒足らずの間に焦点距離というか深度というかがきっちり正確に変化する。ね、半蔵の顔から手前の手裏剣に。なるほどなーって。まあ、こんなことであって分かってみればどうってことはないのかもしれないですけども、分かる前はとても不思議です。パラパラやるとこんな感じです。まあ、あえてこれをお見せしたのは、つまりこんなささやかな本編と関係ないコマーシャル挿入の合図のための1秒間でさえ、カット編集に依存しないで、いわば生身でやるんだっていう姿勢がね、ここに現れているように思うからです。まあ、もちろんフォーカスの移動も含めて最終的には映像編集の力が預かって大きいのではありますけれども、それでも制作者による映像編集の術に加えて、ジャックの参入によって再び役者が修練によって身につけた体術が忍者の技として加わった。映像編集の術もなお使われながら、メインの見せ場は体術の方へ寄っていき、で、それにつれて忍術というものの設定もあまり荒唐無稽なものではなくなってね、指先から稲妻を発したりとか、そういうのではなくて、常人には不可能な体術を中心として、まあ、せいぜい火薬や毒物の知識と技というあたりに修練していきます。
実際に役者が身につけた体術に忍術の核心が置かれるようになる。おかしなことに、ある意味、50年代の武芸者的な忍術使いのあり方に近いところへ、こうして戻っていくんですね。映像であるからには、幻影であり、幻であり、幻の像であることに変わりはないにせよ、私たちが彼ら新しい忍者に見て取る芸は、役者がその生身の身体に身につけたそれへと再び戻ってゆき、すなわち忍者の使う術は、不可思の忍術から目に見える体術へと戻ってゆき、それが身についているところのその身体も、あくまでも役者のそれとしてではあるけれども、目に見えるものになります。面白いことに、アニメの方でもね、同じような変化が70年代に現れます。実写よりだいぶ早いんですが、この科学忍者隊ガッチャマンなる、これも有名なアニメですけれども、実のところ物語上も設定上も忍者とは何一つ関係がなくて、悪の組織と戦う5人組のヒーローが科学忍者隊と呼ばれ、彼らの使う大技が科学忍法と呼ばれるっていう、それだけなんですが、まあ、何をもって科学忍者隊を称するのかというと、彼らの体術によってなんですね。で、これはフルアニメではなくリミテッドなんですけれども、でもアクションシーンには相当に枚数を使っているとおぼしく、非常に流麗なアクションになっています。制作はタツノコプロという会社で、アニメ史に詳しい人によれば、この頃のタツノコプロは、飲めるような滑らかなアクションでもって、業界に目覚ましい衝撃を与えたという話で、で、その評判に恥じない、見飽きない運動がね、このガチャマンでは見られます。忍者がそんな風にいわば肉体回帰を果たそうとしているとき、では武芸者の方はどうなっていたか。一口に言えば、侍武芸者の武芸、表芸、すなわち剣劇は、誠に衰えつつありました。まあ、その例として一つだけ挙げるのは、なんか気の毒なようではあるんだけれども、柳生つながりで2005年の十兵衛七番勝負の伊達を見てみましょう。もともと侍ヒーローの見せ場である剣劇、チャンバラは、剣劇をやるその武芸者の芸を披露するっていう、重要な役目を持った場でしたから、勢いその芸を身につけたものである役者の剣劇の芸をたっぷり見せるための場として構築されていました。まあ、どういうふうにかというと、立ち回る人々、特にヒーローがどのように体を動かしているか、どのようにその身体を闘技しているかがよくわかるように撮影する。具体的には、なるべく全身が映るように。かつ流麗でよどみない殺陣を見せるために長回しで撮るというのが50年代にはスタンダードでしたし、60年代にもまずまずそうでした。そして殺陣そのものが長く続く殺陣、具体的には大勢が斬ってかかるのを受けたり払ったりしながら切り返すっていう、その繰り返しが何度も何度も、なるべく何度もよどみなく繰り返され続いていく。ね、それを途中でカメラを止めないでずっと長回しで撮る。で、長く続けば続くほど役者にとってはもちろん難しいわけで、で、それをどれだけ続けられるかっていうところにも見応えが見出されていたんですね。まあ、先ほどから例に挙げている少年猿飛佐助の映画でもそうでした。まあ、左上のこの2枚で立ち回っていますけれども、2人の全身がよく見える距離ですね。もちろん下の方に見るように、ここぞという時はアップも使うわけですけどね。これは最終的にこのボス敵を切ったところですけれどもね。基本は左上のような感じです。で、また別の例をお見せしますと、上は50年代の別の子供向けの映画から。で、下の段は、今のね、2005年の十兵衛七番勝負テレビドラマです。で、映画とテレビドラマの基本的な違いとして、映画の方が格段に画面が広いっていうことがあるので、映画ではこう引きの画面ね、つまり遠景が多く使われるのに対して、テレビはクロースアップの比率が高いというのは確かです。まあ、しかし、この上の段と下の段とのこの非常に極端な違いは、
映画とテレビという媒体の違いにのみ着せられるものではありません。この上では、足の上を左右に移動しながら、組んだり離れたりということが、この円形のまましばし続くため、二人の体の動きが大変よく見えて、それぞれにかっこよく立ち回っているということが見て取れるんですが、下のはね、同じく組んだり離れたりするのが非常に近いところから撮られて、二人が実際に歯を合わせている瞬間のほとんどはこのような接写で撮られます。二人の全身が映るショットも挟まれてはいるんですけども、だいたい一旦組んだのがほぐれて互いに構えているところとかばっかりで、組んで切り合ってるところは基本ずっとこんなようなんですね。で、しかもずっと画面が揺れていて、全体に暗くって非常に見にくい。二人がどういうふうにそれぞれ体を動かし、討議をしているのか、ほとんど何も見て撮ることができないんですね。で、その代わりアップでこう必死めいた表情が撮られてね。で、しかも、ジャリジャリジャリっていうものすごい金属音が絶えず鳴ります。音を聞いてみましょう。ちょっとやかましいんですが、びっくりしないでね。すごい派手な音ですよね。別にそこらのものをぶち壊しながらた、あの戦ってるわけではなくて、単に切り合ってるだけなんですけど、まあ、この音。つまり、二人の体の動きがよく見えない分、音声エフェクトが強化されているんですよね。70年代以降、こういう傾向の盾が確実に徐々に増えていきました。いろんな理由があると思いますが、一つには長回しで撮影されるに足る長く続く殺陣ができる役者が育ってこなかったこと。で、この間にいろいろあって、まあ、流麗で見事な殺陣なんかより武骨でみっともなくてもいいから一撃一撃の迫力のようなものを重視するっていう傾向がだんだんと強まっていったこと。この二つが主な理由だと思われます。で、そして、長い巧みな殺陣のできる役者がいなくなっていったときに、一撃一撃の迫力が大事なんだっていう根拠を持って、こういう拙者のね、全身が見えない、細かくカットを割っていく殺陣にシフトすれば、仮にですよ、仮に個々の武芸者を演じるところの役者が、自らの身体を全く制御できていなくとも、つまり下手くそでも、そのことが見表されずに済むのですね。身体闘技の術で剣劇をやるのではなく、細かいカット割りとクロースアップのシャッフル、および派手な音声効果でもって剣劇をお見せする。そういう傾向が70年代からだんだんと主流になっていき、2000年代に至ってピークに達したと言えます。かつての忍者のように今度は武芸者があろうことかその表芸を映像と音声の編集技術へと譲り渡していったのですね。あたかもそれと入れ替わるようにして、千葉真一率いる新世代の忍者たちが現れ、その尋常でない、尋常ならぬ、並々ならぬ体術で観客を魅了していきました。ジャパンアクションクラブにとって体術はその表芸に他なりませんが、その芸を我が物とした忍者たちもまたいわば表芸を持つようになりました。まあ、なってしまったというべきかもしれませんが、それとあたかも並行するように、彼ら忍者たちは、気の置けない仲間たちとのどかに畑や田を耕して暮らす平和な日常の村とか、町のお風呂屋でね、風呂を焚きながらくつろいで仲間たちと冗談を飛ばす毎日とか、そういうものを持つようになり、彼らの物語上のミッションも、その都度の任務を抱えつつ、最終的には、いつか血生臭いことはやめて平和な村で一緒に楽しく暮らそう。そういう暮らしを実現しようっていう、そういうミッションであるという。そういうケースが増えていきます。柳生一族や影の軍団が登場する以前からそういう傾向は徐々に現れてきて、例えば74年から5年にかけて放映された運命峠っていうなかなか素敵なドラマがあり、猿飛佐助なんかも出てきますけれどもね。このドラマの後半は、
いや、もう戦国時代は終わったんだから、これからはどうやって暮らそうかな、普通に暮らしたいなって言って、結婚して店を持ったりなんかする。ね、忍者がね。で、そんな風にして70年代から80年代にかけて、次第に衰えていった侍武芸者たちに忍者たちが取って代わり、日の当たる場所で生きようとし始める。そのタイミングで、私が戦後第一期時代劇と呼ぶところの、80年代までを一括りとする時代劇は一旦終焉を迎えるのです。忍者が日向に出た時にね。80年代には、少なくとも私の記憶の限り、毎週楽しみにして見るに値する時代劇ってほとんどもう影の軍団しかありませんでした。私の個人的な記憶ですけれどもね。その影の軍団もシリーズを重ねていよいよマンネリに陥ったその段階で第一期時代劇はひとまず終わったと。そんな風に私は考えてみています。今私たちが忍者と聞いてパッと思い浮かべるイメージは60年代的なそれと影の軍団的なそれのアマルガムだと思います。つまり彼ら忍者たちの使う忍術は60年代的映像トリック技術とジャック的体術とのアマルガムでできていて、そういう形で忍者のイメージは一旦完成したと言えるでしょう。90年代に面白い映画がありました。サムライフィクションっていう独特な風合いの映画で、何が独特かというと、50年代以来様々に生成確立してきた時代劇の様々な型の組み合わせだけでできているっていう、そこが独特なんですね。物語は爽やかな青春物語で、若侍があるミッションを果たす過程で様々な人たちに出会い、決闘あり、仇討ちあり、恋あり、それらのモチーフのほぼすべて、人のセリフや行動パターンのほぼすべて、そして侍武芸者や忍者たちの映り方のほぼすべてが何らかの型にのっとっていて、で、それらの型が極めて意図的に巧みに組み合わされている。そのこと自体が明らかなんですね。で、その明らかさがおそらくこの映画のテーマであって、戦後から80年代までの時代劇の総集編という趣があります。で、実は2度ほどお見せしたこのかっこいい、かわいい忍者さんは、この映画から撮ったんですね。実は90年代の映画なので、60年代の型にのっとってはいるけれども、結構派手なわけですね。で、有能そうなできる忍者っていうイメージ通りの忍者さんなんだけれども、でも実は物語の中で彼はとっても間抜けてダメな子なんですけどもね。で、映画前半であんな感じで60年代的な型にのっとって登場したとき、彼を呼び出した主君自身が、物語の中でセリフとして、忍者はこうでなきゃ、みたいなセリフを言うんですね。で、かつ、彼、この忍者さんと仲間たちは、映画の後半では、ジャック張りの体術も披露してくれます。この映画に出てくる忍者は、それまでの忍者イメージの集大成でもあります。どっかで見る機会があったらね、ぜひ一度ご覧くださいね。このサムライフィクションという映画は、そういう意味で記念碑的なのですが、ここにおいて、何度か言及した忍者の2つのミッションは、90年代に至るまでの間にしっかり果たされたことになります。では、次なるミッションは何か進行中なのでしょうか。映像技術は驚異的な進歩を続けていてね、今ではいろんなことが簡単にできるようになりました。今やみんなが誰でも使うズームでさえ、例えば、こんな風に。ほら、こんなふうに、水水遁遁のの技術をを試みる試みることができこまとができすてしし。まいますし、あるいは、こんなカト技ンでのも技もね。できてしまいます。私は機械があまり得意ではないので、この程度のことしかできませんけれども、機械が得意な人であれば、機械が得意な人であれば、大概のことは大概のでこきてとしはまうのではないでしょうできか。てしまうのではないでしょうかね。そんな中で、
面の上の忍者が使う術は今後どのようになっていくのか。誰でもできることをやってくれてもちっとも忍者らしくありませんから。普通の人にはできない技を見せてくれるのでないとね。だからこれからの忍者は自分たちと、例えばスパイダーマン、アベンジャーズとね、どうやって区別していけばいいのか。随分厳しい局面に立ち至るんじゃないかなと心配になりますけれども。でも、まあそれはそれで彼らの歩みであります。で、その歩みの形を探り見守るのも、ひょっとしたら忍者学の役目なのかなと思ったりします。はい。今日の講座はこれでおしまいです。長くなりましたが、ご清聴ありがとうございました。またいつか機会があればお目にかかりましょう。皆さんこんにちは、椎名吉平です。私のふるさと三重県伊賀市は大阪と名古屋の中間にある自然豊かな城下町です。世界に通用する日本のクールコンテンツ忍者の聖地伊賀ですね。はい。他にも全国に誇る特産品がいっぱいあります。皆さん魅力あふれる伊賀市にぜひお越しください。